ティーアップというよりこき下ろしてるっていう、あの気をつけなきゃな、寺を次もせずにね、嫌だと、嫌だと、うん、そんな贅沢を言ってられる放浪生活かなんかしてたんじゃないですかどこから来たんですか。いやほら、あの人生を常に端っこを生きてきた、なんか噂話大好き、秘密大好き、あと秘密をね、あの黙ってられない一滴 TV。 はい、皆さんこんにちは。こんにちは。エツコのやらかし部屋かっこかっの2回目にでございます。このコーナーは、あの私、あの認定リーダーの笠原エツコが勝手にですね、現在いる私含め17名の認定リーダーたちを、彼らの天才性、素晴らしさを皆さんに知っていただくっていうことが目的でございます。まあ、ただですね、あの出来上がったあのビデオを少し見てみますとね、あのティーアップというよりこき下ろしてるっていう、あのちょっとですね意見もございまして私も少しね、あの気をつけなきゃなってあの思っています。今日もですね、あの、まあ、あの下手するとですね、そちらのこき下ろしになりそうなあのゲストを呼んでいます。今日のゲストは、あもしかして映ってるかもしれないですけど、声が、ね、映ってますよ。あ映ってんの普通カメラこうじゃないのいや、じゃあ私アップじゃなかったんですね。かゆちゃんひどいです。です、はいはい、今日のゲストは、あの認定リーダー何番ですか。何番ですかね、はい、番号も覚えてない、あの川鍋ひかるさんをあの皆さんお招きしています。川さんようこそ、はい、あ、皆さんこんにちは、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ひかるさんはですね、こう見えて、あの安城市で、あのもう400年近くね、そうですね、あの、はい、本当に歴史あるお寺で、あの次男として、はい、あのこの世に誕生して、はい、あのまあ、ここにいるわけですけど、はい、どんな感じで今に至ってらっしゃるんですかねえ、ほらお寺にざっくりですね。そうそう、お寺継いでてもおかしくない寺を継ぎもせずにね、嫌だと、嫌だと、うん、そんな贅沢を言ってられるまあでもね、あの河野発展120万人、河野発展に命がけで関わってくれてますけど、はいはい、あのちょっと自己紹介してくださいよ。今ですね39になりまして。そんなに年取ったかい。年取りまして6歳と3歳の男の子2人と、うんうん、はい、妻と4人で東京で生活してます。東京でね、はい、素敵な奥さんとお子さんがね、はい、恵まれなかったら放浪生活かなんかしてたんじゃないですかそれどこから来たんですか。いやほら、お寺昔の人たちは、はい、本当に遠くまでいろいろと修行したりとか、全国行脚とかして。いやでもそれすごい憧れがありまして、うん、親鸞聖人が、うん、その開祖というんでしょうか、浄土真宗という宗派の、うん、まあ、作られた方ですけど、うん、その親鸞聖人がやっぱり全国を歩いてやっぱり回ってたのに、うん、めちゃくちゃ憧れがあって、ねえ、はい、だからひかるさんはあのそうやって人前で何かをこう、はい、ルフしていくっていうか広げていくっていうのは好きそうですよね、うんうん、はい、好きですね、うん、で、まあ、ひかるさんの場合はギターも、ね、歌を歌いたいっていうのがそれ高校生の時やってましたね。ねえ、やってたやってた、うん、でそれで、あのそれ自分の大切にしてることを広げたいっていう、はい、なんか、はい、ね、ありですね、ありですね、うん、それでですね、ひかるさんのちょっと得意はですね、うん、なんかあのひらめきなんですよ。コーナー名がね、えつこのやらかし部屋っていうのを課題でちょっと最初からプロデューサーからいただいたんですけど、はい、ちょっと気に入らないんですよでも私ね、やらかしてないのにってそれでひかるさんに、はい、あのこのコーナー名を一緒に考えてもらいたいと思うんですよ。なんかさ、あの浮かんでくる。ええ、やらかし部屋じゃなくて。やらかしてないから私、うん、僕名前を出すのってあんま得意じゃないんですよね。うん、そうだったね。アイデアは出せるんですけど、うん、名前は。そうだった、ひかるさんの言語能力の低さに私もねあの忘れていたわ。その人の素晴らしさをほじほじするっていうか、うん、ほじほじ部屋はそれじゃそのまんまじゃえつこの、はい、なんで端っこなんだろう。はい、あの人生を常に端っこ生きてきた人ほりほり部屋は。ああ、ほりほり部屋ね。あ、いいんじゃない。なんか時々いいこと言うね。何のアイデアもないですけどただほじほじほりほりそうね、ほりほりの方がいいんじゃない。ほりほり部屋、漢字で書いていただいて。漢字、そうですね、まあ、ひかるさんとやっててもあの、うん、なんていうんですか、着地点がないことが少し分かってきたので、うん、ひかるさん、あのね、あのあんまり貢献になりませんでしたけど3つしか書いてませんかそう、もうあの、いや、ひかるさん、うん、ありがとうね、ひかるさん、はい、こちらこそ
カラさんさ、なんかさ、人に褒められたことってあるの？褒められたこと、うん、私あんまりなかなかさ、ティーアップの会って言いながら全然ヒカルさんを褒めてあげてなくて、あのすっごいちょっと、うん、なんか人生で、あ、褒められたなっていうやつないの？僕あの、お尻を褒められたことがありまして。なんでお尻、うん、プリッとしてるって言われて、うん、どこでそれ？大学生の時に、うん、アルバイトをしてて、うん、野菜売り場で、はあ、アルバイトしてて、うん、そう品出しをするんですよ、こう品出しをこうやって、はい、こうやってこうなんかカートでこうやってた時にお尻がプリッとしてるねって。うわー、それちょっと向こう側で私のお尻見せてもしょうがない。じゃあヒカルさんのお尻。お尻大きいんですよ。はい、お尻が大きいから、うん、なんかね、そのプリッとしてていいわねみたいな、おばちゃんに褒められた。そう、うん、それがヒカルさんがこの39年生きてきて人に褒められて他に思えるね。いや、今パッと出てきちゃいましたね。いやいや、だからそれをプリッとしてるのを隠すのにいつもね、うん、工夫してますから。そうだね、そう、弱点だと思うことが、はい、あのさっき言ってくれたようにおばちゃまたちにはとても魅力的に見えたわけだから、うん、そうですね、あのそういうのって本当に創作的に見たらすごい違うんじゃないかと思うね。例えばほら、昨年あの虎年の新年創作ってあったじゃないですか、はいはいはい、あの久美子さんは自分の弱点、虎にも弱点があるって言って、うんうん、自分の弱点こそそこからあの大転換するっていう、 そうですね、それを見ようよっていう、うん、だったじゃない、うん、で、まあ、あの新年創作の時期にたまたまこれは今、うん、あの録画してるんですけど、ヒカルさん今年の新年あの創作の意気込みっていうか、なんか、まあ、やっぱりでも新年創作の回で毎年作ったことがやっぱその1年を生きるっていうのを、うんうん、まあ、本当に僕2017年からになりますけど、うん、正直何言ってるかわからないですよ。あ、今でもそうですよ、うん、毎年、うん、久美子さん何言ってるんだろうと思うんですよ。そうだったの、司会までして全然つかめないんですよ、うん、毎回、うん、何回も参加するんですけど、うん、でも作ると、うん、その通りになっていくっていうか、うんうん、不思議だなと思うんですけど、うん、だからまあ、うん、ずっと作り続けている。あ、はい、じゃあ分かる分からないが大事じゃないと。そうですね、創作だから、あの場のエネルギーが、うん、パワーがあるという か、うん、だから来ること、いることに僕は意味があると、うん、思うんですよね、うん、いやーすごいなー、うん、ヒカルさん分かんない、分かんないっていうことに、あの何のあのてらいもなかったり恥ずかしいって思いがないじゃないですか、ね、それってアイアイ講座のリーダーとしてすごくふさわしいよね。あのアイアイ講座ってほら、何か知識のことでもないし、分かる講座じゃないから、はいはい、自分を探求して分からないから、その自分を掘り掘りほりほり、ね、ほりほりほじほじして探求していくじゃないですか、はいはい、そのためにはどんな創作でそれ見ようっていう形だから、でもその分からないって言ってくれるあのおかげで、みんなも分からないことを分からないとして表現できる、うんうん、あのその素晴らしい、その素晴らしい場を作れるのがヒカルさんの天才性だね。なるほど、うん、うわ、ね、ありがとうございます、うん、いや私今日結構いいほりほりしたと思うこれ。天才発掘部屋とかだと硬いですか？いや、いいんじゃないですか、天才。ちょっと天才発掘部屋、ちょっと書いといてくれる？あの汚い字でいいから。悦子さんって本当にあの、うん、人のことよく聞いてますよね、うん、天才的だなって。いやー、なんかそれほどでも一切覚えてないですもん。いや、お前覚えてないかい。いや、すごいなと思いますね、うん、人間のことよく知ってるっていうか、うん、あの知らないんだけど、あの、ね、根がゴシップ屋なのね。もうね、なんか噂話大好き、秘密大好き、あと秘密をね、あの黙ってられない。やたら詳しいですよね、多分ね。そう、そう、期待。何でも興味あるっていうか、うん、そうですね、あの、そう、でも、あの、いい意味で悦子の何々部屋だから、その何々が何？あ、何々っていうやつ。そうそう、何々。あ、何、なんかいいこと言うじゃん、光さん。何、何、うん、あのヒカルさんって本当にね、あのこう見えてすごく親切な人で、いや私が何かあの喋っててメモが取れないと、あ、僕取っときましたよとかってね、解読不能なの。でこれは何、物理の何かの、あの分かんないけど数式ですか、いやこれあの日本語なんですけどみたいな。なんかでもそんな感じで、あの新年の創作をあの分からないけど、分かるためじゃないから創作して生きてる、はい、え、じゃあ、あとステップアップってあるじゃない？はい、うん、それあれは必須ですよね。ほう、だからあの、うん、あのステップアップセッションで僕も認定リーダーとして自分も参加するし、うん、自分もリーダーとしてやることで、うん、何回かあれをやることで、うん、実際にこう自分が作ったことを深めるというか、うんうんうん、それが可能だと思うので、まあ、あれは外しちゃいけないなと。やっぱシェアですね、うん、何度も分かち合っていくことが、ね、やっぱり一番自分のものになるし、うん、その言葉が自分に根付いてくるというか、うん、思いますね。なので、あのステップアップセッションは
あの17人の認定リーダーたちがそれぞれあの分かれて、まあ、面白おかしくあの時にはなんかすっとんきょうなことを言いながら自分らしい理解を皆さんに提供しますので、はい、ね、あの皆さんにもね、あのぜひご参加いただきたい、はい、まあ、そんな形でお待ちしています。お待ちしております。はい、じゃあヒカルさんね、本当に今日はあのご参加いただいてありがとうございました。ありがとうございました、はい、あのヒカルさんのね、あの子の発展、あの心から応援しています。一応ちょっとホリホリしてみたし、あの私ティーアップになったのかな、これやらかしたかな、なったでしょ。あ、なった、うん、いいね、なんかね、やらかした、やっぱやらかし部屋いいじゃないですか。そこに戻る、ね、後ろにいるあのすごくあの、はい、底意地の悪いディレクターたちが2人いてあの人たちが作ったタイトルなんだよね。やっぱだから研究されてるんじゃないですか。あ、じゃあ、まあ、あのいろいろと皆さんからも意見を聞きながらあのやっていきたいと思います、はい、いや、ヒカルさん今日はで僕思うんだけど、終わってないじゃん、本番よりもあの準備の段階の方が面白いよね、つこさんね。うん、そんなこと今言ったらさ、これ撮ってる意味ないじゃん。あれはあのなんていうの、誰も見てないってことを想定して私もほら一応人に見られてるっていうことをさ意識する人間だから、どう見られてるかだけで生きてるから、日常が面白いですね。うん、分からないな、日常面白いかね。ぜひ須野悦子さんに皆さん触れてください。ありがとうございます、はい、あのぜひあの会いに来てください。じゃあこんな形で、はい、ヒカルさん今日はありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました、はい、じゃあ皆さんまたあのお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。エピテップ PP チャンネル登録お願いします。いただくー。